もがみは、海上自衛隊の護衛艦、椅子津型護衛艦の2番艦。艦名は、もがみ川に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の通報艦、最上、最上型重事務艦、最上に続き3代目にあたる。もがみは、第一次防衛力整備計画に基づく昭和34年度計画を継がた、警備艦船212号艦として、 三菱造船長崎造船所で1960年8月4日に寄港され、1961年3月7日に浸水、1961年10月28日に収益し、舞鶴地方隊に直轄艦として編入された。マーク63射撃式装置及びマーク108対戦ロケット発射機は米国からの供与が遅れたため、未装備のまま収益。 1962年に装備された。1961年12月20日、前鶴地方大霊下に第31護衛隊が新編され、伊子図と共に編入された。1962年10月1日、第31護衛隊が第3護衛隊軍霊下に編成がえ、1966年7月から10月にかけて改装工事が実施され、 艦備の爆雷投下機場及び爆雷投射機が撤去され、VDS が装備された。1969年10月1日、第31護衛隊が再び、舞鶴地方大霊下に編成がえ、1974年3月、改装工事が実施され、マーク108対戦ロケット発射機及び、マーク2単魚雷落ち射機が撤去され、71式ボホース。 ロケット発射機及び68式三連装を単魚雷発射艦が装備された。1987年7月1日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3505 に変更。練習艦隊第一練習隊に編入され、定傾向がアクレに転席。なお、練習艦への改造工事は、 同年3月2日から6月11日にかけて行われ、超魚雷発射管及び、VDS が撤去され、実習委員行動が新設された。1991年6月20日、除籍。ありがとうございます。